よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。9回1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神栗林、逃げ切りを図ります。里崎さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか？まあ、打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る。一塁送球アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。切れていきます。ファウル。さあ2球目は何か。低めの変化球は決まりません。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってツーアウトです。打順は2番糸原。アウトコース見送ってストライクです。スピードボールを持っています。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。